はい、皆さんこんにちは、あずまです。今日ですが、ブレインマシンインターフェースの話をしたいと思っています。というのも、最近流れたニュースで、来年2022年度中にイーロン・マスクが人間への脳のチップの埋め込みを開始するという、そういうニュースがあったからなんですね。ビジネスインサイダーの方にそういう記事があったので、今回はそれをベースにお話ししていきたいと思います。そのビジネスインサイダーの記事は動画の概要欄にリンクを貼っていきますね。このイーロン・マスク氏ですが、ニューラリンクという会社を創業しました。イーロン・マスクは他にもテスラやスペース X などの様々な先進的企業を経営していることで知られていますね。そのイーロン・マスク氏率いるニューラリンク社ですが、2022年に人間の脳へのチップの埋め込みを開始するとのことです。そして最初にチップを埋め込まれるのは重度の脊髄損傷を負った、そういった患者が対象のようですね。そしてこの脳にチップを埋め込む目的ですけど、人の脳に埋め込むことで脳の活動を記録したりとか、また刺激を行うことができるようになるようです。これにより脊髄損傷の治療であるとか、あるいはうつ病などの治療など医療への応用を考えているようです。この内容はウォールストリートジャーナルのライブストリーミングインタビューの中でマスク氏が答えた内容のようですね。ニューラリンク社が2020年にどのような計画があるのか、その一環のようです。現在ニューラリンク社では猿を対象に実験をしているようですね。様々なテストを行っているようです。そして安全性が高く、デバイスの取り外しが簡単にできること、それが確認されたようです。これは私がブレインマシンインターフェースを大学時代に研究していた方から聞いた話なんですけど、猿というのは類人猿ではないようですね。現在チンパンジーとかゴリラなどの類人猿は動物愛護の観点から研究対象から外されているようです。そのような猿に関しては現在のところ脳にチップを埋め込む実験というのはうまくいっているようですね。そしてマスク氏は FDA の承認を待った上ですが、来年には最初の人間を対象とした実験を行いたいということです。この場合の対象は、例えば四肢が麻痺しているとか重度の脊髄損傷者に限られるようですね。このマスク氏ですが、ツイッターの方でもそのような発言をしているようです。実際にニューラリンク社はこれまでにこのニューラリンクのデバイスを使ってビデオゲームをする猿の動画を公開したりもしています。実際に人間に埋め込むことで、人間は体を一切動かさずにかなりのことができるようになるのではないでしょうか。ベッドから一歩も動かずに様々なデバイスを操作できるようになることかと思います。個人的な感想ですが、これはスマートフォンの登場に続くブレイクスルーになるかもしれないですね。もしブレインマシンインターフェースが実現して、それによりデバイスが操作できるのであれば、それは大きなゲームチェンジャーになることは間違いないかと思います。現在人間は指に頼ってますよね。出力デバイスとして指に大きく依存しています。キーボードを打ったりとか、あるいはスマホの画面を操作したりとか、指に大きく依存しているのですが、それによりデバイスへ入力する速度というのは限られています。指がボトルネックになってしまうんですね。ブレインマシンインターフェースはそのボトルネックを取り除くことができます。考えるだけで様々なデバイスを操作できるようになるので、今大きな注目を集めています。ブレインマシンインターフェースがもし健常者にも適用されるようになって、脳にチップを埋め込んだ人の数が増えてきたら、どのような社会になるのでしょうか。皆さんもぜひ想像してみてくださいね。はい、それでは今回のお話は以上になります。お話を面白いと思った方は高評価やチャンネル登録の方ぜひお願いします。また、私は自由研究室エアーズラボというコミュニティの方を運営しております。現在メンバーの数は33名ですね。着実に増えつつあります。AI に関する様々な話題が飛び交っており、月のイベントなどもありますので、興味のある方はぜひ参加してみてください。そして、ニュースエアーズラボというメールマガの方も発行しております。こちらは無料で登録することができますので、興味のある方はぜひ登録してみてください。
それでは皆さんからの感想やご意見の方をお待ちしております。またお会いしましょう。